アラビア砂漠の地図。NASA の衛星写真で WWF により分けられたエコリージョンを示す。黄色の線は、アラビア砂漠、東サハラアラビア乾燥地域とペルシャ湾砂漠、純砂漠、黄海ヌーボイコールシンディ熱帯砂漠、純砂漠と呼ばれる2つの小さく関わりの深い砂漠を示している。国境は黒線で示すアラビア砂漠は西アジアに位置する。 イエメンから、ペルシア湾、オマーンから、ヨルダン、イラクにかけて広がる非常に広い砂漠である。アラビア半島のほとんどを占めており、面積は233万スクエアキラマターズ。砂漠の中央には、世界最大の砂で覆われた地域の一つ、ルブアルハリ砂漠がある。気候は、非常に乾燥しており、高温から季節によっては夜間に凍結するなど、その気温差は激しい。 砂漠乾燥低木地生物群系や旧北生物地陸の一つでもある。このエコリージョンは生物多様性がほとんどない。その中でガゼル、オリックス、砂猫、トゲオアガマは赤い砂漠や致命的な竜砂など厳しい環境の中で生息する砂漠に適した生物の一種である。シマハイエナ、ジャッカル、ラーテルのような多種が人間による飼料や 生息地の破壊によりこの地域で絶滅している。一方でガゼルのように多くの数が保護されているものもある。家畜の過剰放牧、オフロードの運転、人間による生息地の破壊はこの不毛ないコリージョンに対する主な脅威である。資源の種類には石油、天然ガス、リン酸塩及び硫黄がある。ルブアルハリ砂漠は花の多様性が非常に少なく砂が 主体の20種、前小口の周辺の17種、合計37種が生息する。これら37種の中で一つあるいは2つだけが固有である。植物は拡散しているが、均等に分布している。主な植物、砂漠のほとんどはサウジアラビアにあるが、エジプト、イラク南部、ヨルガン南部などの周辺国へも伸びている。5カ国がアラビア砂漠に接している。 カタールでペルシアアンと接しており、さらに東にあるアラブ首長国連邦のアブダビのほとんどを占めている。ルブアルハリ砂漠はサウジアラビアからオマーン西部イエメン東部へと続く。この地域はイスラム教が優勢ではあるが、多数の異なる民族、言語、文化を持つ人が住む。主要の民族はアラブ人で、ほとんどがアラビア語を話す。このエコリージョンは、 大きな経済成長による犠牲となっている。多くの石油流出を引き起こしたクウェートの石油工場でのサボタージュや1990年代の大気への毒素流出。1991年1月湾岸戦争中にイラク軍は貯蓄タンクやタンカーからペルシア湾へ約1700万メートルのオイルを直接放出した。さらに2月には クウェートの油性船164を破壊した。これらの石油流出により、1 0 0 0トルのペルシア湾岸を汚染した。汚染の結果、何千もの水鳥、エビ、ウミガメ、ジュゴン、クジラ、イルカ、魚などが深刻な被害を受けて死んだ。被害ではさらに砂漠へ1000万メートルの石油を生み出し、土壌や地下水を汚染して湖を形成している。 湾岸戦争中に米軍によって使用された武器は、この地域の環境の安定性に大きな危険をもたらしている。脆く壊れやすい砂漠平原の戦車も存在する。1991年には、アメリカの戦車の移動により、砂漠の土の保護を破損した。その結果、砂丘の砂が生み出され、坂の下へとゆっくり移動した。この砂が最終的に、 クウェート市へ到達するのではないかと恐れる人もいる。他の事件では a 1により有害な劣化ウランの兵器が使用された。批判者は弾薬がガンの危険があり水質汚染の原因になると主張する。1991年、アメリカとなどはイラクを目標におよそ300トンの劣化ウランを落とした。爆弾の破片は周辺の地盤を汚染した。 砂漠の保護区は、危機、危険種として、ホワイトオリックス、工場船ガゼルを全滅種として、シマハイエナ、ジャッカル、ラーテルを含んでいる。正式な保護区は存在しないが、多くがアブダビに計画されている。ありがとうございます。